皆さんこんにちは、あがたです。はい、ということで今回は、ライブの告知ということで喋らせていただいております。来る3月24日、堺筋本町にありますクラブマーキュリーさんにて、ライブイベントフィーチャーズリリックスに出演をさせていただくことになりました。どうぞよろしくお願いいたします。はい、このフィーチャーズリリックスというライブですね、通常のライブと少し違うところがございまして、何が違うかと言いますと、歌の歌詞を画面に投影した状態で、歌わせていただくというものになっております。なのでですね、普段私が歌う歌っていうのは結構こう物語調のものとかが多かったりするんですけれども、なのでこの歌詞を見ながら聴いていただくことによって、よりこの没入感といいますか、歌の世界に入り込んでいただくということが、できるんじゃないかなと思っておりますので、より音楽を深く楽しみたい方にはぜひお越しいただければと思っております。はい、そして、私ソロの時間ももちろんあるんですけれども、共演者として、登場します架空のアニソンシンガーマグマくんという方がいらっしゃるんですけれども、マグマくんと実は過去に一緒にコラボをさせていただいた曲というものがありまして、こちらもですね、今回生のステージで少しコラボをさせていただく予定になっておりますので、そちらが気になる方もぜひ、チェックしていただければと思います。というわけで、興味のある方はぜひ3月24日クラブマーキュリーまでお越しください。フィーチャーズリリックス、皆様のお越しをお待ちしております。バイバーイ。はい、はじめまして。僕は音楽を見て分かる形に表現するパフォーマンス活動をしてます、よろしいと思います。よろしくお願いします。今回ですね、3月24日に場所クラブマーキュリーでですね、新しいイベントを起こしましょうって話になりました。確か向方がフィーチャーズリリックスですかね、歌詞を全部字幕として投影して皆さんにも音楽だけじゃなくって歌詞の世界観も親しんでいただけたらいいなっていうことで、那須田さんと相談してイベントを組ませてもらいました。僕自身は手も表情も使って見て分かるパフォーマンスをお届けしますし、他のパフォーマーも全部歌詞付いてます。今まで何気なく聴いてる音楽、ぜひ歌詞の奥深さとか、その歌ってる人の思いも共感していただけるイベントになるんじゃないかなと今から楽しみにしてます。ぜひぜひお時間があれば遊びに来てください。待ちしてます。では、皆さんはじめまして、ときめきロックシンガー大崎まりです。今回クラブマーキュリーさんで行われるフィーチャリングリリックスというライブ、歌詞をすべて映し出しての、ライブということで、主人公の感情だったりとか物語の内容だったりとか、すべてをいつものライブのように演者の声だったりとか身振り手振り表情にプラスしっかりと歌詞を目で追いながら感じていただけるライブとなっております。今までとは違った楽しみ方が見つかったりとか、新たなものを発見できる日になるんじゃないかなと思っております。4名の、タイプの違ったシンガーが出てまいります。知らない方もいらっしゃるかと思うんですけれども、ゆったり座りながらじっくりいろんなものを受け取っていただきたい日になっておりますので、ぜひぜひ遊びに来てください。3月24日クラブマーキュリーさんでお待ちしております。遊びに来てね。どうも、架空のアニソンシンガーのマグマです。3月の24日、フィーチャーズリリックスというイベントに出演が決定いたしました。こちらのイベントの見どころはですね、歌詞を、全投影型のイベントということでですね、お届けするようです。はい、例えば私の架空のアニソンの歌詞をバックスクリーンで映しながら僕が前でパフォーマンスするといった、そういった内容となっております。なのでですね、普段応援していただいている方は、より深く作品を楽しめる
と同時にですね、ご新規のお客様は、全く知らなくても歌詞をすぐに理解することができるので物語にぐっと入りやすくなるといったお得なイベントとなっております。架空のアニソンシンガーマグマの見どころといたしましては、そのイベントに一緒に出演しますアガタさんというケルティックハーブを弾かれる方がいらっしゃるんですけども、そのアガタさんとのコラボが決定いたしました。アガタさんと一体どういったコラボをするかと申しますと、実は私の架空のアニソンのアルバム、セカンドアルバムの王子進撃にある曲でですね、アガタさんのケルティックハーブとそして多重録音によるコーラスでお手伝いいただいた曲が1曲だけあるんです。暁は明日へ導くという曲なんですけども、こちらの曲を、2人で生で披露しようということでですね、張り切っております。確実にこの日にしか見れない、パフォーマンスとなると思いますので、ぜひぜひお越しいただければと思います。ということで3月24日クラブマーキュリーにてお待ちしております。ありがとうございました。バーイ。何かを求めて道なき道を歩む、命を誘う場